お、新庄カブネさんです、今回ですね、カニキョウさんにとにかくギャグを撮ってくれというね指令を出しまして、その動画が届きましたので早速見てみたいと思います。ギャグはね、カニキョウさんの得意とするところですから、これはちょっと非常に楽しみです。それでは動画の方どうぞ。10連発ね。あったあげて、シーロあげて、あったさあげないで、シーロ2日。おお、顔がいいね。南光師匠、昔はベカ子。シリーズレンゲボー、ちょっと3連発ちょっと怖いあれですね、強敬がちょっと強いですね。シリーズささ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 さ、ここで一句ささ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 さ。ギャグなんですか、なんか攻撃の答えっぽい、ギャグっぽい。ケンケンパケンケンパケンパケンパケン大器。ああ、リズムだ。カネキョウさんはリズムが好きなんだな。そういうことか。一個でドーンって感じじゃない。あとはみこし担ぐだけ。いつもマッチ売ってるよなあ。あ、私の家、マッチ売りの近所。おお。おお。もう八、もう八ね。長い、結構長い感じだな。レシーブ、トス、アタック。おお、いいね。何曲っぽいね。隣の祖父母、祖父母、父方の方です。ああ、足した。親指を見せるだけ。だるまさんの肛門だ。うん、いいね。いいね。くだらないのいいね。あ、すいません。部屋探しで来たんですけども、あの条件は風呂なし、床なし、壁なし、屋根なしなんですよ。あ、それ外。これギャグなのか。漫才じゃないの。さあ、ベロベロベロバーって顔隠すって、いないないバーの隠し方が、ベロベロバーの顔だっけ。ちょっと水かけて頼むじゃないかーい。漫才じゃないのこれ。ギャグだ。ギャグですか。じゃあパスタいただきまーす。あれ、あ、すいません店員さん、店員さん、あのフォークギターあります。フォークじゃないかーい。なんかずいぶん漫才になってきたな、後半になってきて。なんかネタが思いつかなくなってきたのかな、ギャルが。手を挙げて
横断歩道を眺めましょう。おお、またギャグ戻ってきた。急にビン、急にビン、金縛り。これなんだろう、元歌あんのかな。売れかと思ったら宅急便だったんだ。ああ、いいね。テレテレテレテンテテレテレテレテンテレテテンテンテテンテテンテンテンテレテレテレテンテレテレテレテン一人でフォークダンス悲しいな。いいね。いいね。悲しいよね、やっぱりそういうの。くるっと前へ転がり返す。でんぐり返しだ。あ、なるほど。うわ、20連発終わった。あ、なるほど、わかりました。さあ、今ね、あの動画を20連発ですか、全部新作ということでね、見せていただきましたけども、やっぱあのこう20個もやればやっぱ面白いやつありますね。うん、何個目が面白かったとかちょっと今思い出せないですけど、あの非常に良かったと思います。やっぱこういうなんかやることによって、まあ、新しい一面がとかね、新しいギャグが生まれるんじゃないかなと思いましてね。最近やっぱ金京さんも昔のやつをずっとねやってるんで、今後はですねこの20連発の中からやれそうなやつをねちょっとどんどん漫才中とかでもねやっていただいて、ぜひねまたギャグでちょっと一世を風靡してほしいなと思います。というわけで今日はこの辺で、どうもありがとうございました。